平野紫耀の師匠との絆が金プリの成功につながる。松本潤からの影響とはキング・アンド・ピスの東京ドーム公演が18日に幕を閉じた。このツアーで平野紫耀がけつかさず続けた特別なサポートがあったという。最終日を迎えた東京ドーム公演では、金プリの5人が3日間にわたって素晴らしいパフォーマンスを披露した。 しかし、その成功には平野仕様の裏方でのサポートが大いに貢献したようだ。デビュー当時からの夢であった東京ドーム公演に向けて、金プリのメンバーたちは特別な思いを抱いていた。テレビ局関係者によれば、 彼らはそれぞれの強みを活かしてツアーに臨み、高橋山がロゴデザイン、長瀬角外相のディレクション、平野紫耀が振り付け、岸優太がおふざけコーナーのプロデュースに取り組んでいたという。特に平野紫耀はこのツアーに向けて特別な準備をしていたようだ。約2ヶ月前にタブレットを購入し、コンサートが終わった後には自分たちのパフォーマンスをチェックし、 他のアーティストのダンス動画を研究していたという。さらに、自身の得意なバクテンを他のメンバーに伝授するなど、指導にも力を入れていたとのことだ。彼の普段の天然でおどけたキャラクターとは異なり、このツアーには熱い思いが秘められていたのだろう。 また、メンバーの振り付けのチェックや指導など、裏方での仕事にも熱心に取り組む平野潮には、あるレコード会社関係者が尊敬する、師匠、がいるのではないかと話す。その、師匠、とは、嵐の松本潤だとされる。松本潤もコンサートの演出や他のメンバーへの指導を行っており、平野潮は2018年に出演したドラマ、 花のチャレから花男 NEXT シーズンで松本潤からアドバイスを受けたことがきっかけで彼との関係が深まったという。平野紫耀は松本潤が得意とする裏方でのサポートを自身も身につけようと努力しているのかもしれない。ネット上では金プリの東京ドーム公演に対する絶賛の声が広がっている。メンバーそれぞれの表情や5人の歌声に感動したり、 彼らの気持ちがドーム全体に伝わってきたといったコメントが見られる。キンプリはスマップや嵐に続く国民的グループになる日も近いのかもしれない。平野仕様のツアーでの陰でのサポートや指導への取り組みがキンプリのパフォーマンスの成功に大いに貢献したことが明らかになった。 彼の熱意と努力が彼らの成長と成功につながっていることを改めて感じることができる。ファンも平野市用の裏方でのサポートに感謝し、彼の成長と金プリの活躍を応援していくことでしょう。以上が平野市用が金プリの東京ドーム公演で影でのサポートを行っていたエピソードについての記事でした。彼の熱意と指導力によって、 彼らのパフォーマンスがさらに輝きを放った瞬間を伝えることができたと思います。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。